野口大輔です。スタンドオフやらせていただいてます。7年目です。よろしくお願いします。はい、何歳だ6? 何歳今？29です。なってる。東海大学、あ、東大です。いや、嘘は言ってません。東海大学です。すいません。キックが売りです。右足も左足も蹴れることが僕の強みです。そうですね、もう全て思い出に残ってるんですけど、やっぱりあのデビュー戦が印象に残ってます。もう全体的に好きなんですけど、まあ、嫌いなもんないんで、もう何でも口に入れば何でも大丈夫です。妻と自転車でもういろいろプラプラします。わかりません。先生、今シーズンの目標は、まあ、ディビジョン1で試合するということで、まあ、そこでしっかりいい結果を残して、まあ、ライナーズの試合を見に来てくださる皆様に、まあ、また試合見に来たいとか、まあ、楽しいなと思ってもらえるようなラグビーを展開したいと思ってます。いつも応援ありがとうございます。今シーズンは、まあ、試合に出続けてしっかりチームの勝利に貢献したいと思いますので、ぜひ会場に足を運んでいただき、応援の方よろしくお願いいたします。